2020-21年スーダン・エチオピア国境、紛争は、エチオピアとスーダンの国境沿いの係争地である、アルファシャトライアングルの領有権をめぐって、両国の間で2020年12月に勃発し、現在も進行中の国際紛争。1902年、イギリスの支配下にあったスーダンとエチオピア帝国は、両国の国境を定めた条約に署名したが、一部の 地域の国境線が未確定のままであったため、失効した。1902年とその後の1907年の条約における、スーダン側の境界線の東端までの領域には、アルファ社が地域が含まれていたが、そこにはすでにエチオピア人が住み着いており、畑は耕され、住民は税金をエチオピア政府に納めていた。 エチオピア・エリトリア国境紛争終了後、エチオピアとスーダンは長期間にわたって合計 744km に及ぶ国境の確定協議を開始したが、その協議において最も難航したのがアルファシャガ地域における領有権の問題であった。2008年、エチオピアがアルファシャガをスーダンの一部であると認める代わりに、スーダンはそこに住む エチオピア人の権利を侵害しないという妥協案に両国が合意することとなった。2018年、エチオピアではティグレ人民解放戦線が政権から退くと、それに変わった与党エチオピア人民革命民主戦線内のアムハラの指導者たちは2008年の協議は秘密協議であったとし、協議における適切な処理が行われなかったとして、非難した。 ティグレ紛争の混乱が周辺地域に波及する中で2020年12月15日、スーダンの将校たちがエチオピア政府の支援を受けたとされるエチオピア民兵に待ち伏せされ、そのうちの4人が殺害されたと報道された。後日、スーダンの首相アブダラーハムドゥークはエチオピア民兵による軍事行動を撃退する準備をしたと発言。これに対し、 エチオピアの首相アビン・アーメドは、エチオピア北部での戦闘行為について、このような事件によって二国間の結束が壊されることのないように対話による問題解決を図っていくと現況の収束を試みた。スーダンは、軽装地に兵力を動員して、本格的な戦闘を開始した。そして、スーダンは2021年1月1日に、地域内のすべての村の奪還を宣言。 エチオピア国防軍参謀長のビル・ハヌジュラは、この宣言に対して、これは平和的に解決するべき問題であり、スーダンは二国間の分断を望む、第三国がいるということを理解して、我々と対話をするべきだと発言した。二0二0年十二月二十八日、スーダンは、アルファ社が地域にある、ディセンバースーダンクレームドを通ハブキャプチャードザビレ e villages of 村、レバッキー村、 パッシャ村、ラムレム村、メルカモ村、メールズ村、アッシュカー村、アルカ村、ウムムパシャテリー村など総計で11地点のエチオピア、民兵支配下の入植地を占領。また、アムハラ軍からリリー町を占領。リリー町は1000人以上エチオピア人の農民が暮らしている。2021年1月3日、スーダンは越境してきた45人の TPLF の 戦闘員を拘束。スーダンデクレアズフル、コントロールオブボーダーテリトリーセトルドバイエチオピアンズ。ミドルイーストアイ、2021年1月2日閲覧。スーダンテイクス、コントロールオブボーダーズウィズエチオピア。2021年2月16日閲覧。エチオピアムーブスアーティレリーツースダネセ、ボーダーアフターデッドリークラッシュズ。ブルームバーグドットコム。https。 www.bloomberg.com,news, articles, 2021年1月28日エチオピアムーブスアーティレリーツースダネセボーダーアフターデッドリークラッシュズ2021年1月31日閲覧。3、www.sudantribune.net, 2021年1月31日閲覧。 4スーダンソルジャーズダイインクラッシュズウィズエチオピアベリッシュズアロングボーダーミドルイーストモニター2021年2月8日閲覧シチュエーションレポート A パホーンナンバー47から07ジャニュアリー2021 2021年1月27日閲覧 AB シチュエーションレポート A パホーンナンバー45から4ジャニュアリー2021 2021年1月29日閲覧。スーダンセズエチオピアンミリタリープレーンクロストイッツ、ボーダー。w w w a l j a z e e r a c o m 2021年1月14日閲覧。シチュエーションレポートエーパー法ンナンバー46から5、ジャニュアリー2021。2021年2月2日閲覧。 2021年1月31日閲覧。スーダンせず、トゥループスキルドバイエチオピアンフォーセスインクロス、ボーダーアタック。dailynewsegypt.com。2021年1月17日閲覧。スーダン、エチオピアンフォーセスキルドトゥループスインクロス、ボーダーアタック。ABC ニュース、2020年12月29日、閲覧。 スーダンテイキングコントロールオブラントオンボーダーウィズエチオピア2021年2月9日閲覧 ABCDE ゼラレムゼカライアズライジングテンションアズエチオピアスーダンデッドロックドオンボーダーディスピュート w w w a l j e a z e e r e c o m 2 0 2 1年2月8日閲覧 ABCD ビューポイント ホワイ、エチオピアスーダンハブホールンアウトオーバーアール、ファーシャガ、BBC ニュース、https、www.bbc.com、ニュース、ワールドアフリカマイナス -554768312021 年2月8日閲覧。エーパーシチュエーションレポート28ディセンバー。エーパー2021年2月16日閲覧。ありがとうございます。